トラベラーチャンネル。皆さんこんにちは。いつもトラベラーチャンネルご視聴ありがとうございます。今日はですね、3月以降の水際措置ということでお話をしていきたいと思います。ついにですね、3月以降水際措置緩和されるという流れが出てきそうです。2月の17日にですね、岸田総理が記者会見においてですね、3月1日以降の水際措置の見直しについて発表しました。その発表内容とですね、あとはメディア等々で流れている情報をもとにですね、まとめて今日はお伝えをしていきたいと思います。まだですね、外務省とかのホームページで、このようにルール確定しましたよっていうことで発表っていうわけではないので、まだこれから細かいルール決まっていくとは思うんですが、概要の部分として今回ですね、現状のルール、今回の変更点、そしてまとめという順でお話をしていきたいと思います。お伝えしますのは旅行会社 JST 航空券担当の後藤です。よろしくお願いします。なんかね、だんだんとこう規制が緩和されていって海外行きやすくなってくるということで、ちょっと私もね、笑顔が多くなってきてるんですが、まずは現状のルールから行ってみたいと思います。今ですね、現段階、海外から、全ての国地域から、日本に帰国する方、入国する方に求めているのは、自宅やまたは宿泊施設での待機、これがですね7日間を基本としてます。でこの待機期間中にはですね、健康状態をこうきちんと保健所の方に伝えたりとかですね、あとは公共交通機関を使っちゃいけないとかですね、当然ね、待機中なので表に出ちゃいけないっていうのもあるんですけど、そういったルールがあります。7日間というのが大前提ですね。でこの7日間の中でも、帰国した、先のですね、帰国どこの国から帰国したかのその国のですね、リスクのレベルに応じて、検疫所が指定する宿泊施設での強制隔離が必要になる場合があります。でこの強制隔離の期間も、そのリスクに応じてなんですが、3日間か、6日間かっていうことになっているので、例えば、強制隔離3日間必要な国からこう帰国した場合っていうのは、その検疫所が決める宿泊施設で3日間強制隔離をした後に4日間、自宅などでこう待機をして、合計7日間、隔離をすると。で6日間の、国から帰ってきた場合は6日間は強制隔離施設で隔離をして、であと1日は自宅で、隔離をするということで、必ず、7日間の隔離が必要になる、それがですね現状の、ルールでした。じゃあ次ですね、3月以降どうなっていくんだと、3月以降の変更点なんですが、分けて考えていきます。3回目のワクチン未接種の場合、このブースター接種のことが結構言われてるんですが、この3回目ワクチン未接種の場合はリスクが高い国からこう戻ってきた場合っていうのは7日間の今まで通りですね、2月まで同様ですね、7日間の隔離が必要と。でそれ以外の国からっていう場合はですね、なんと、3日間へ短縮されるということなんですね。だから高リスク国以外から、帰ってきた方っていうのは3日間の隔離で済むと。で3日目に検査が必要かどうかっていうのが、これちょっと確定ではないんですが、そういったニュースも流れているので、ひょっとすると3日間に隔離が短縮されるんですが、3日目に検査が必要ということがあるかもしれません。そしてですね、3回目のワクチン接種が完了している方ですね、ブースター接種完了済みの方に関しては、リスクの高い国から戻ってきた場合は3日間での隔離、もうすでに高リスク国から帰ってきても3日間での3日間の隔離で済むと。そしてですね、リスクが別にそういった高くないような、高リスク国以外から帰ってきた場合はなんとですね、隔離免除です。ついに来ましたね、隔離免除ですよ。海外から日本に帰ってきて空港で検査を受けて、陰性ですということになりましたら、もうそこから普通に
社会生活に戻っていいと、家でこう隔離をする必要もないということです。まあどれだけ待ったでしょうこの時を。もうね、2年間こう隔離することが当たり前だったこう海外から帰ってきた流れというのがですね、ついにまあ当然3回目のワクチン接種という条件付きではありますが隔離免除になる場合が出てくるということですね。まあ嬉しいニュースです。続いてね、公共交通機関を見ていきたいと思います。公共交通機関、今までですね、当然こう海外から戻ってきても公共交通機関を使って自宅まで帰れないと。そうなるとね、レンタカーとかハイヤーとかを使ってこう戻らないといけない。例えばなんですが、私たち JST があるですね、愛知県の名古屋までですね、羽田空港に到着して、じゃあリムジンで帰ろうって、よし帰るぞ15万円みたいな感じで、なかなかね、現実的にですね、それだけの金額を払ってこう帰るっていうのも難しいですし、まあそういったところでね、ちょっと海外行くのは難しいなっていう部分で諦めてしまってた場合もあったと思います。まあそれがですね、3月以降ですね、自宅などでまあ待機するためにこう移動する際、まあ空港での検査後24時間以内であれば公共交通機関を使って帰れますよと、利用することを認めますよというようなことが変更点として出てきてるんですね。これがね、もうバッチリ OK ということになればですよ、もう羽田に帰ってきてから、まあ、そこからもう電車でですね、また新幹線で、まあ、名古屋に戻ってくることもできるでしょうし、まあ、国際線で到着して検査問題がなければ今度は国内線を使ってまあ福岡に帰るとか、そういったこともできるので、ここ一つですね、本当に大きなまあハードルがこう下がる部分ではないかなと思います。この公共交通機関が使えるようになるっていうのも、3月の大きな変更点の一つです、まあね、最後まとめの分見ていきたいと思います。やはりですね、11月の末ぐらいからこう新株、ね、オミクロン株がこう流行しだしてですね、まあ、得体の知れない新しい株だということで、もう どういうものなんだということで、まずは一旦、まあ、水際の規制をですね、こう高めようということで、まあ、一旦こうまた鎖国のような状態に戻しました。で、まあ、9月10月11月とどんどんとですね、こう、規制の方は緩和されていった流れが一旦完全にストップして、まあ、まずはこの新株がどういった性質のものなんだということをまあ確認しようということで3ヶ月が経ち、今2月になってます。で、その中で、まあ、そこまでこう恐れることのないものだねっていうのと、あとはまあ国内での対応の仕方も分かってきたよねという部分もあり、そしてですね、やはりちょっと日本があまりにもこう入国に対する規制をこう高くしすぎ、まあ、厳しいものにしすぎていて、まあ、かなりこう海外からもですね、ブーイングが上がっていて、まあね、ブーイングが上がってるからどうこうということでもないんですが、まあ、日本のですね、国力を考えた時に今後ですね、まあ、海外からの優秀なですね、まあ、留学生とか、まあ、技術者の方とか、そういった方がですね、こう全く入ってこれないような状況を長い間続けているというのは、まあ、国のためにもよろしくないということでですね、まあ、まずは入国者数の引き上げですね、人数の上限の引き上げというのを、今まで3500人だったものを5000人に3月以降はするというふうに発表しています。まあ、これはですね、本当に喜ばしいんですが、まあ、パンデミック前を考えますとですね、1日7万人8万人の人がですね、海外からこう、ね、入国していたってことを考えますと、まあ、3月になって5000人になった、やったってわけではなくて、まあ、これのまあ10倍以上ですね、の方にまあどんどんと入ってこれるような状況になっていかないといけないということなので、まあ、まずはその第一歩なのかなというふうに思ってます。そしてまあ先ほども言いましたですね、まあ、今までも完全にストップさせていた外国人の方の新規入国、ね、これがもう完全に止まっていたのでですね、まあ、大学の先生とかももう入ってこれないとかね、そういった大変なことになっていたので、それがもういよいよね、3月はまあビジネス目的の短期滞在の方とか、あとはまあ留学生の方、あとはまあ技能実習生の方とかですね、まあ、観光目的以外の外国の方のまあ新規入国っていうのが許可され出す。これは本当に日本にとっても明るいニュースですし、まあ、ちょっと日本に行きたい、まあ、日本で学びたいなんて思っていた留学生の方にとってもすごい嬉しいニュースだとも思います。
まあ、こういった形でですね、どんどんとこう、まあ、規制の部分が緩和されていって、まあ、海外との行き来ができるように、まあ、なってきている、まあ、この流れがこう2月から3月出てきているなっていうのを感じています。4月以降ですね、まあ、日本もですね、季節的にもいいシーズンに入ってきてですね、このままですね、コロナの方落ち着いていけばですね、まあ、だんだんとこう観光目的の方でも入国ができるような流れっていうのもできてくると思いますし、まあ、何よりも、7日から3日間にこう短縮されたものが最終的には本当に、まあ、帰ってきて検査陰性であればもうそのまま隔離免除で普通に社会生活に戻れるっていうような流れができればですね、パンデミック前のような海外旅行っていうのもまあ戻ってくると思いますので、それのね、大きな、一歩前進の部分なのかなというので、本当に今回ですね、この動画でこのニュースをお伝えできたのが嬉しく思っております。この動画が、役に立ったなと思う方はぜひチャンネル登録、高評価の方をお願いします。また次の、動画でお会いできるのを楽しみにしております。それではバイバイ。